はい、どうも竹明です。というわけで本日は西成の日本一治安の悪いコンビニまでやってきました。キンキストアって書いてますね。普通のセブンイレブンとかローソンではないよ。こちらのキンキストア、果たして一体何が売っているのか。中には商品がポツポツ置いてある。ポケットティッシュが単体で売ってんねんで、すごいな。なんかこれ初めて見た。持ち網2つで100円。飲料系は何売ってんねやろな。ちょっととりあえずポカリスエット買いたいと思います。よし、これ OK、 これ買おう。さあ続いて惣菜コーナーまでやってきました。惣菜いろんなの置いてんねんな。今回何か一つ惣菜買いたいですね。ちょっと選んでいきましょう。あ、ライスが135円で売ってる。商品名、毎度ありがとうございますと思うよな。